やっぱ配置書いてあるんで、ロカルームどの使い方でみたいな、はい、絶対今林分析官に戦術 の、 その噛み合わせ、まあ、両平東大でも監督やってるので、でバッキーさんも勉強中ということ で、はい、で僕も勉強中なんですけど、今 LINE 交換どこ目指すんですか。どうせサッカー入るなら、もっと面白く見たいっていうか、もっと。そうですね。また違う見方になるんで。何も考えないで見るの面白いですよ。うん、まあまあ、それも面白い。おんちゃん、何よ。俺結構そっち派なんで。そう、ね。ちょっと、わかりやすく、多分、わかんない人、噛み合わせって言われても、わかんない人が多いと思うので、はい、まあ、どういうシステムに対して、その、何が噛み合わせいいのかとか悪いのかとか、はい、そういう、その、優位性、ウィークになるとこっていうのを、ちょっとこう、簡潔に。簡潔に、うん、まあ、まあ、例えばだけど、4-4-2 って、ベーシックならあるじゃん。はいはい。で、それを結構採用してるでしょ、どこのチームも、はい。してるとこあると思うんだけど、うん、そこに対しての噛み合わせが悪いって言ったら何なの？悪いって、4-4-2に対して、一番、こう、位置的優位を取りやすいのは、3-4-2-1が一番取りやすいですね。4-4-2に対して3-4-2-1だと、うん、まずはその3バックで2トップに対して数的優位が1枚あるので、うんうん、だからその2トップでプレッシャーかけてきた時に1人は必ず空くじゃないですか、うん、でそこで運んだ時に、うん、じゃあ442の相手の中盤のボランチが自分たちの3-4-2-1のボランチに食いついた場合には、うん、2シャドウが空くじゃないですか、うんうん、で、例えば4-4-2で3枚の相手に対して、じゃあそれに対して、じゃあ2トップ2人しかいないなら、4-4-2のサイドハーフがもしかしたらその3バックの脇の選手に対して出てきた時には、じゃあ3枚のウイングバックが空くじゃないですか、うん、はいはい、じゃあそのウイングバックに対して、じゃあボールが出て、それに対して4-4-2のサイドバックが出た場合には、シャドウが流れればもう2センターバックなので、そこのサイドバックの裏が空くじゃないですかみたいな、はいはい、もうどんどんズレが起こってくるね。だから、はい、あれはめるために外切りで、はい、442の外、はい、ワイドな人が外に切りながら、はい、その中で飛べる、そういうことっていうことをするわけです、はい、だからサイドハーフの選手が3バックの行くときにウイングバックの、うん、相手のウイングバックを切りながら外切りで背中で消すことによって、そのサイドのウイングバックを消して中に入れさせて2ボランチで奪う、はい、そういう途中から迷子すごい疲れましたよ。いや、ポンちゃんの迷子だよ。俺が迷子になる分はいいんだよ。何プロサッカー選手が言ってるのよ。今はまあ4バック、はい、4バックだったんですけど、じゃあ逆に3バックの、はい、例えば3-4-3とか3-4-2-1とか、はい、いろいろあると思うんですけど、うん、メリット、デメリット。いや、だからやっぱり結局、後ろを3枚にしたときに、相手が、うん、4-3-3 の時に3枚の前の選手が例えば前に3人前に張った場合には、うんうん、後ろやっぱり3枚でそのまま回ったら3人で守る数的同数じゃないですか、うんうん、だから結局ウイングバックの選手たちが下がって5枚気味になっちゃうんですよ、はいはい、だから3枚って言っても攻撃的に見えるけど守備の時には結局5枚になるじゃないですか、うんうん、なのでやっぱり守備的なシステムになってしまうんですよ、うん、どうしても5枚だと後ろに重くなってしまう、うん、それをやっぱ攻撃的に前からはめに行ってっていうチームもやっぱプレミアだとブライトンとかあるんですけど、うんうん、なかなかやっぱそれできないじゃないですか、うん、3バックのチームで後ろはもう数的同数なので、うんうん、だからやっぱり5枚だとどうしても重くなりますよね、うん、後ろに、うん、で前からプレッシングにはかけにくいと、うん、だから引いてカウンターとか、まあ、ある程度ミドルでブロック構えてカウンターっていうのはやっぱ5枚3枚、後ろが3枚にするメリットであるかなって、うん、これ後ろが3枚だとちょっと守備的だっていうふうに今両平君言ったけど、はい、うん、例えば札幌だったら3-4-2-1なんですけど、はい、ずっとミシャさんのサッカーで、はい、すごくなんていうのどん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 上がってって、はい、攻撃的なサッカーに見えるんだけど、はい、あれは可変してるんですよ。可変してる、はい、うん、3-4-2-1のボランチが1枚落ちて後ろを4枚にして、うん、サイドを高くして、うんうん、だから最初の入りは3なんですけど、うん、結局は落ちて4枚気味で高い位置どんどん取ってるんで、うん、攻撃に特化してるんですよ。入りが3だけど結局今のこの世界のサッカーって攻撃はじゃあシステムなんてないようなもんなんである程度、うん、そっからどういう風に可変してじゃあどこに入ったらどこが開くみたいなのをやってるんで、うん、入りは3なんですけど、結局ビルドアップの時は4になってるみたいな、うん、はい、なるほど、はい、トレンドでやっぱ3-4-3って結構採用してるとこ多いと思うんだけど、はい、あれは
そのまあ重くなるっていうところもあるんだけど、はい、攻撃陣にははやっぱり、うん、あの攻撃しやすいですね、うん、後ろが3枚で安定して、うん、じゃあ相手が2トップできたらやっぱりそこの3枚のここの、はい、脇のところから前進するっていうのがもう大体定番、うん、じゃあ相手がそれに対して3枚で 4-3-3 で3枚でかけてきましたってなった時には、うん、逆にここに2つ3枚でかけてここに門が2つあるじゃないですか。ありますね、はい、ここの門に2ボランチがいる、うんうん、じゃああとはウイングバックで最後逃げれるんですよ、うん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 、なるほど、うん、なのでウイングバックに対して出てきたなら、うん、じゃあどっかスペースが空いてくるんで、うんうんうん、なるほど、うん、なるほどって言ってるけど分かった いや結構最近わかるんですよ。本当？だから一番あれなのは 3-4-2-1 同士の戦いだと本当に合致するんで、噛み合わせが、うん、ウィングバックに足、ウィングバック、うん、前の 3-4-3 だと前あの後ろの3センターバックに前の3枚、うん、で2ボランチに対して2ボランチ、うん、でセンターバックのこの脇のやつが2シャドウを捕まえに行ってワントップが1人みたいな。だから 3-4-3 同士だとやっぱり位置的優位みたいなのは取りにくいので、うんうん、そこからどういうふうに可変していくかみたいなのもサッカーの面白さなんで、この単純によく聞くミラーゲームっていうのは、はい、442対442、はい、これがミラーゲームなんですね。そうです。あとは343と343と、はい、あとなんか433と433って言ったらミラーゲームに見えるんですけど、うんうん、意外と重ならないんですよ、うん、なんか中盤のところが、うん、はい、で逆三角形なので433の攻撃こっち側だったらこれでアンカーとインサイドハーフじゃないですか、うん、で攻撃側は今度こういう風になるので、うん、ここの脇を取れるじゃないですか、うん、そうしたらここの選手が空いてくるじゃないですか、うん、だから全く変わって だから守備の時にこれを逆回転させて 4-2-3-1 で捕まえるとか、うん、そういうのはもうすぐ見れば分かるんで。両平君東大の監督やってるじゃないですか、はい、東大生って今の言葉とかすぐやっぱ理解するすしますし、めちゃめちゃそういうのが好きです。だから逆にその技術的なことよりその戦術面、うん、テクニカルも20人ぐらいいるし、うん、もうそういうのばっかりなんですよ、うん、なるほど。もう戦術で頭で勝つぞみたいな、うん、なるほど、面白い、はい、強そう、うん、なんかあのやってて、うん、その監督やってるじゃないですか、うん、実際自分で試してやるんですよそのシステム、うん、343とか、うん、4-2-3-1 も全部自分が真ん中入ったりして、うん、こう試してみるんですけど、うん、でも3-4-3ってやるとこの両方のこの4のワイドが強烈なのにないと成り立たないんですよ、うん、いやサイドがめちゃくちゃもう空いてくるので、うんうん、でそっちめっちゃこう動けるやつじゃないですか。そうです、めっちゃ。であと対人強いとかしないと、うん、そこが破られてで3の1枚が釣り出されてっていうのがどうしても自然と起こってしまうので、うん、そしたら中が結局薄くなっちゃって、うんっていう形が結構あって、だからそのなんていうの適正選手、だからシステムで決めるのか、はい、選手で決めてるのかっていう、まあ選手ありきですよ。選手でどのシステムを採用してそこにちゃんとハマるかっていうのを見ないとダメなんで、システムでやっちゃうとそこにハマらない選手がいたら全然バランス崩れるし、そうだよね、やっぱ結局3枚と4枚って何が違うって言ったら、4枚だと 4-4-2 とか 4-3-3 って幅を取る選手が2人いるわけじゃないですか。3-4-2-1 だと結局幅を取る選手が1人しかいないんですよ、うんうん、だからもう相手が4枚だったら数的不利になるわけですよ基本的には、うん、なるほど。だからそこに強烈な選手がいないと、うん、そこのワイドに入った時に攻撃にもいけないし、うん、守備でも1人である程度守れないと、うん、4-4-2 でそこの2人でサイドバックとサイドハーフで連携されたら崩されちゃう、うん、だそういう違いはありますね。3と4の違いは幅を取る選手が1人か2人か、そこはやっぱ重要。いや、いい勉強会でした。いや素晴らしい。わかりやすいです。すごい。あの、勉強したい方は、林先生のあの SNS をチェックしてみて。解説もたくさんして。ね、解説もわかりやすい。はい、うん、うん、本当にわかりやすい。それこそ、良平くんが本出せば。うん、確かに。先人の考えてみます。うん。ということで、はい。マッキーさんも勉強中でございます。はい。はい、林くん勉強会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。